今やってますみたいな。あ、なるほど。あ、2人見てくれてます。挨拶しなさいよ。神田からチャンネル。どうも松瀬です。この度はおかげさまで神田からチャンネルの登録者が1000人になりまして、そしてですね、ありがとうございます。みなみさんです。一緒に町おこしです。いろいろあのお知恵をいただいて仰せのままにやってる感じです。仰せのままに5分前に入ってこれいきなり始めてるけどね。そこから言いますか、もともとやりだしたきっかけ、草刈り活動をしてて、YouTube でガソリン代を稼ごうとやったものの規約があって、登録者1000人と総再生時間が4000時間行かなきゃいけないということを後で知って、あちゃーってなったんですけど、もう継続は力なりでしつこく続けて、総再生時間が4000時間行ってないので、収益化はまだまだなんですけど、まあ、これも継続は力なりで到達したいなと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、私のこうチャンネルだけじゃなくて、アイノーラ、佐世保のアイノーラ界隈のチャンネルと思ってみんなで育てていってもらえたらなと思ってます。まあ、神社と剣道 の動画になってますけど、もともとはこう町おこしのっていう動詞集めっていう意味合いの方が大きいですよね。そう、こう町の風景を映したりとか、一応薬味チャンネルもあるんですよね。うん、ありはするけども、この地域に YouTube があるんですよ。もじゃさんっていうもじゃファミリーチャンネルと薬味チャンネルと神田からチャンネル、3つチャンネルがあります。ああ、井の田だけでね。はい、さすがはもうちょいあるから。さすがはもうちょいある、ね。まだ絡みがゼロなんで。2年前には何もなかったもんね。ああ。YouTuber っていないねっていう話しちゃって。僕もあれですよ。神社 YouTuber だけはやめてくれっていう。そういう神社会から。取材があった時は。見出しに、神社 YouTuber はちょっとやめてくれって言ってた。YouTuber っていうネーミングがいいですよ。そんな。そんなちゃんとしてないんで。そうね。ね、最近やこう出るようになったんで。そうです。水曜日に一応剣道を、アイノラ武道会って剣道をやってるんですけど、その動画と土曜日には町に関してのことを出したいなと思ってるんですけど、やっぱりコロナでイベントも何もないし集まれないので、なかなか神社のことばっかりになってしまう。誘えないもんね。ネタがそうです、ね、動画のネタもないので、誰かがくれた動画を使えればなと思ってんですけど、いつも金曜日の夜、今日の夜もそうでしょうけど、夜な夜な編集して朝一配信してるじゃないですか。偉い、今週どうしようかみたいな。今後は収益化なれば、一応神奈川いやさかプロ、この収益化することをいやさかちゃんプロジェクトって言ってるんですけど、初耳。僕だけで説明欄に書いてあるんですけど、もう収益化なればそのままそのお金を町の何か活動に当てていくみたいな。そうね、ぜひどういう活動に当てていくかも含めて、だいぶ YouTube のこともなんとなく分かってきました。コメントと高評価がすごいいいらしくて、それをしてもらえば、うん、なんかそのおすすめに上がりやすいということで。しげさんも見てる。あ、ありがとうございます。いつもパンのパンのパン屋さんね。パンの差し入れをいただいて。
活動に一花添えていただいてそうです。ありがとうございます。このチャンネルは地域の方々に支えられてていろんなことに挑戦していきたいですね。なんかもうこれから人口が減っていく中で、神社会の、あの、あれもあるんですよね、いろいろ宮司殺風するとかね。あんまりその遊ぶ時間はちょっと僕に限られてまして、ほとんどない状態なので、難しいんですけど。神社経営もちゃんとしていかないと。そうですね。いやもうこれどこのアイノラの飯盛神社に限らず、どこの神社もそうなんですけど、過疎化地域の神社からなくなってしまうんですよ。全国で3万社、20年後3万社ぐらい減るって統計が出てるんですけど、まあ、ちょっと一矢報えないかっていうことで。そう、ね、全国、8万社って言われてるんですけど、そのうち3万なくなるの。はい、まあ、登記されてない神社とかもあるんで、うん、もう本当はもっとあると思うんですよ、神社。祠とかまで入れたらですね。うん、あ、昨日もコンピラ神社の、あ、この間、はい、先週挙げたと思うんですけど、ああいった神社もそこの地域の人たちが守ってるんで、だからそこの方々がちょっとねっていう、まあ、いろんな宗教の方も今いますし、だから、あ、そうなんですよ、神社は宗教っていう感覚じゃなくて、日本の文化的なものだと思ってくれば、もう根付きすぎて当たり前のような状態になって、神道の宗教っていう感覚がもうだいぶなんですか、ね、宗教感があんまりないもんね。ああ、っていうところですね。うん、だからでもそれを、はい、ちょっとなんて言っていいのか、もうやめようかなって、まあ、心の拠り所なんで大事にしてもらいたいです。男女拠り所。ああ、そうですね。ああれやりたいですね。こう、あの、ちょっとずつ 毎月でもいいですし、うん、なんか。これがこうなりました、こうなりました、こうなりましたって、こうなんかモチベーションが上がっていくような、こう成長系プロジェクトってことですか。ああ、そうですどういうもの。ああ、例えば何ですかね、ベースを始めましたみたいな。ああ、なりました。ああ、なるほど。こうなりまして、こうなりました。なるほど。でこれが町おこしのあれに使ってこうなりましたとか、どんどん発展していく。なるほど。あれを見せれば何が町おこしの正解かっていうのはよく分かんないですけど、なんかこうなっていく状態は作れるかもしれないけどですね。内容に更新していって、モチベーションに大事ですもんね。神社建てるのね、修繕いくらやったっけ。修繕費はもう途方もない6超える5億とか何億とかやろ。ピシャッと全部変えれば多分相当な額がいると思って、ね、でもしたいけど、いや、したいというかもう崩れちゃってるんで、ね、石垣崩れてるんでね。ちょっと膨らんできようもんね。それを、そうなんですよ、それをバトンタッチしなきゃいけないんで、ちょっと放送事業だけどね。20年後に始める中で人数が減ってたらですね。うん、そうそうそう、結構あれですからですね。みんなやっぱ世代的にね、30代、20代、40代、その街のこととか知っとる場合じゃないもんね。そうなんですよ。もう僕が思うのは、いろんな自己啓発ありますけど、で偉い人もいっぱいいますけど、みんなまあそれぞれ頑張ってるんですよね。頑張ってる、頑張ってます、応援してくださいって言われても、いや、みんな頑張ってるんだよね。もう頑張ってって言っちゃダメみたいな。そもそもってなっちゃうんで、なんか頑張らんでいいの。ああ、そうですね、まあ、同志集めて楽しく、楽しくしてて盛り上げて、それは思います。そうですね、引き続き、あの、
ウェルカムですんで、プレモノコバぜひ仲間を。仲間を。あ、はい、あ、一通り言いたいことは。本当言った、まあ、まあ、もういいかな。この度はありがとうございます。今後もよろしくお願いします。あわよくば、高評価とコメントをお願いします。アンチコメントはちょっと心折れるからやめてほしい。無言になってしまうかもしれない。一応 見ましたということで、グッドサインは返してます、ね。あ、素晴らしい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。